蕎麦の製造販売や飲食店を経営する新潟県東賀町市の株式会社小島屋総本店は、新潟県南魚沼市の株式会社バイオマスレジン南魚沼と共同で、原材料の一部に小島屋総本店の蕎麦製粉の工程で出た蕎麦柄を使用したバイオマスプラスチック蕎麦レジンを生成することに成功しました。合わせて、蕎麦レジンを原料に使用した箸を開発しました。 小島屋総本店は今年で創業100周年を迎え、次の100年を目指すために、SDGs 達成に向けた取り組みの第一歩として、蕎麦レジンを開発しました。なお、この蕎麦レジンを原料に使用した箸、ヘギ蕎麦し、お県内で展開する小島屋総本店8店舗で17日から販売します。販売価格は税別で1800円となります。 また今後は、そばチョコをセットにしたギフト商品の開発も検討しています。